はいどうも、です,、えーとですねえー、昨日の夜に上げさせていただきました、えー、と映画「グレーゾーンのです、ね」あのクラウドファンディングの、えー、プロジェクトがスタートしておりましてただいまですね、まあ、大体、えー、12時間ぐらい経ちましたかねで半日ぐらい経ってで今現在ですねちょっとページを見たところ、えー、と91万4万四千円ですかね。 えっと、ご支援をいただいているようでございます。えー、合計35人の方に、えっ、ー、と、91万4千円の、えー、ご支援をいただきましたということで、ちょっとね、ページの方が、あの、多分タイムラグとは、多分クレジットカードの、あの、決済のなんちゃらとかで、あの、若干時差があると思うんですが、あの、数えてみると、えっ、ー、と、この金額になってますということで、あの、ご支援いただきました方、あの、本当にありがとうございます。いや、あのね、あのー、ちょっとこれ、 あの一応プロジェクトが2月4日までということなんですがあの、まあ、そこまでにまあ500万円目標でということなんですがあの12時間で、ね、あの5分の1ぐらい来ちゃったということであの非常にあ,のありがたいと言いますかいい滑り出しなのかなというふうに思っております。 えとご支援いただいた方にはそれぞれ金額に応じてリターンの方を、えー、ご用意しておりますのでそちらもあの心を込めてお届けできればと思っております。昨日の,あのライブ配信でもちょこちょこ説明したんですがあの、まあ、ページを見ていただくと分かるようにあのそのご支援いただいた金額によってリターンが、えー、と変わっておりますということでそんな感じで、まあ まあ一番お手軽なところだと,えっと3000円のコースだと,えっと3000円ご支援いただいた方にはえっと私からえっと特別なビデオメッセージを送らせていただきますとで次が5000円5000円,だ5000円のコースですと私とえヒロインのえっと西原真香さんからメッセージをお送りいたしますと次1万円になりますと,えっとエンドロールに名前が取りますと えー、そうですねで3万円3万円になりますと,、えー、とエンドロールに名前が載るプラス、えー、鑑賞券を2枚、えー、差し上げますということですね、まあ、この、えー、鑑賞券がクラウドファンディング限定の特別デザインとなっておりますそして、えー、次5万円5万円になりますと,、えー、とエンドロールに名前掲載アンド鑑賞券5枚 そして、えー、試写会にご招待ということでございますね。であのー、こちら試写会はあの上映前に行うものでございまして、えー、と終わった後あのはキャストの、えー、とが登壇して挨拶等も行わせていただきます。はい。で次、10万円。10万円になりますと、えー、エンドロールにお名前掲載。でちょっと文字が大きくなります。で、あとは鑑賞券を10枚差し上げます。そして えー、試写会にご招待そして試写会のバックヤードにご招待バックヤードということで、まあえー、と裏の楽屋の方に、えー、とご案内させていただきますのであのキャストと、えー、これぐらいの距離で、えー、触れ合うことができますということでございますそして次30枚30枚になりますと、えー、エンドロールにお名前掲載、えー、ちょっと大きくあとは、えー、と鑑賞券10枚 そして、えー、試写会ご招待試写会バックヤードご招待そして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 なんと出演者との懇親会にご招待いたします。イイエーイ 飲み会って言っていいのかな飲み会にちょっと一緒に参加できますというこれはレアですねいやこれはめちゃめちゃレアだと思いますよあのこれだから僕だけじゃなくてあの他の、えっと、メインキャストの方々はみんな全員来る予定なので、まあ、その,あのメインキャストの皆さんと、まあ、一緒に、まあ、ご飯が食べれるっていうのはこれはそうそうないっていうか多分、まあ、もう下手したら二度とないんじゃないですかねあのっていう機会だと思いますのでこれは貴重だと思いますね。 うん、で次が五十万、最後、えっ、ー、と、まあ最高額が五十万円。で、あ、こちらもうすでに一名の方に、ご支援いただいてますね。エンドロールにお名前掲載、墓地の大きさ、大、デカデカと乗ります。あとは、えっ、ー、と、鑑賞券二十枚、二十枚、えー、差し上げます。あのー、まあ会社とかでね、あの、やられるのもいいかもしれないですけど。で、あと、えっ、ー、と、出演者のサイン入り D. V. D. 二枚。そして、えー、パン、えー、出演者のサイン入りパンフレット二冊。 そして、そして、そして、社会ご招待、社会バックヤードご招待、そして、打ち上げご招待、さらに、ヒロシの YouTube チャンネルに、えー、潜んできます。イエー <laughs> ご希望者のみですがはいということでねこちらの、ね、YouTube チャンネルにもあのご出演いただけますということでねあの、まあ、見終わった後にいえばおそらくねなんかちょっと感想とかをまあお聞かせいただいて、まあ、僕と一緒に映るみたいなね、まあ、もちろん映りたい方は限定でございますがっていう、えー、プログラムでございますあの、はい、こちらですねあの、まあ、2月4日までプロジェクト実施しておりますので、あのー、ぜひぜひ、えー、ご支援いただければ幸いでございます、はいまあ、非常にね半,、えー、と半日で えーとまあ、5分の1ぐらい来たということでなかなかいいペースだなと思いますので、えーまあ、目標金額に達してそしてさらにねこれ超えちゃっても全然大丈夫でございますので是非ね一人でも多くの方にご支援いただきたいと思っております。特に、ね、この、まあ、ちょっと ねえまあ高額なんですがもう30万円50万円のコースこれで打ち上げご招待っていうのはこれは多分そうそうないと思うし多分これ多分二度とできないとおそらく思うのであのこれだけの人たちをあのしあの集めてやるっていうのはね多分ないと思うんでこれはちょっとね是非、あのー、ちょっと個人だとまあ難しかったりとかする方にしても是非、あのーまあ、会社さんとかで是非、えー、いらしていただくことを期待しております。 はい、まあ、そんな感じですね。なんでちょっと,、えー、とこのプロジェクトの方を引き続き進めて、えー、いければなということでございます。でね、あの昨日、えー、と YouTube にアップした、ね、あの特別予告編もあの、まあえー、と見てくださった方あの、本当にありがとうございます。そうあのなぜかわかんないですが灰、灰原流編が一番伸びてるっていうね、あのまあ、な,なんだか,なぜだかよくわかんないですけど、はいあの見ててい、見ていただいてありがとうございます。はい、でね、あのなんか結構、ね、この特別予告編もね、まあなんか あのまあ、こんまあこうなるとは思わなかったんですけどあのコ,メコメント欄がねあの結構に賑やかになってるみたいでして、うん、あのなんかね意見として多かったのはまあちょっとあれじゃねえちょっとヒロシ演技下手じゃねえっていうのとあとなんか。 なんだえあ、ー、の <laughs> 映,映像のクオリティがちょっと安っちくねみたいなあのコメントが総じて多かったんですけれどもそうそうまずねヒロシ演技下手じゃねえっていう件についてですがあのー、これはねそう見えてるんだったらねそれは正解です正解ですそれはあの多分こっちのそうあのー、狙い通りというか多分あのそういう風にあに見えてくれたらいいなって思ってもこっちもやってるんでそう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 あのー、まあねちょっとこの。 だからなんだ、えー、と特別予告編は、まあ、この本編映像とは別に撮っててで本編映像は えとこれった特別予告編取ったのが今年の3月ぐらいですかねそう3月ぐらいに、まあ、そのクラウドファンディングのプロジェクトをやろうってあのやった時に、まあ、なんかちょっとねあの映像で見れるもんがないとさ,さすがに寂しいかなっていうあのところで、まあ、僕とあとえヒロインの西原愛香さんだけちょっとあのキャストが抑えられたんで、まあ、ちょっとこれで、まあ、あのちょっとイントロダクション的なものをまあ撮ろうかみたいな感じでは、まあ、1日で。 えー、撮影日が1日で,で、まあ、もうスタッフ4人,4人とかで撮ったんですけどねそう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 まあなんであのー、そうですねま,まあまあ YouTube に毛が生えたぐらいのクオリティと言われればそれはねその通りおっしゃる通りまあカメラとか照明とかねあの音声とかもちゃんとあのしっかりとしたものを使ってるわけではないんでまあそれはそうですねあの、まあ、劇場で描けるようなあのクオリティでないっていうのはそれはその通りあり、のー、なので、えー、それはまあ あのー、よくく見てててださっっるなっていう感じですね、あのー、本編演奏の方はね、あのー、ちゃんとスタッフさんはまあ常に3 4 0人ぐらい稼働してで、あのーまあ、機材とかもちゃんとしたものを使ってますのでだからそこのクオリティに関してしん、まあ、は心配はないかなっていうところでそこはあのちゃんと、あのー、本編の方はちゃんと撮ってるのでそこはご安心いただければなというところです。そうあとはえー、っとそうですねえー、っとなんだっけそう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 。まあ だからああれですね、あのー、まあ、これ <laughs> 広シ演技下手じゃねえみたいな感じでいうコメントが結構多かったしあのー、これ大丈夫なのみたいなコメントも多かったんですけどもあのそう思ってもらえてるってことは多分あのー、なんだろうやってたことが正解だったのかなっていう感じだったんで、まあ、コメントを見てちょっと僕はあの逆に安心しましたね。これであのー、まあ キャラクター的にまああのな <laughs> 結構痛々しいキャラクターなので見ててこいつ大丈夫かよみたいな感じに、ね、なってくれたらいいかなと思ってやってたんであのそれがうまくちゃんとしっかり伝わってたのでちょっと、まあ、逆に安心してましたこれでなんかあのえっヒロシめっちゃかっこいいじゃんとかえっヒロシめっちゃ強そうじゃねみたいな感じのコメントが来たらちょっとそれはあの役としてすあのそういうコメントが来ちゃったらこれは失敗なのでだからあのコメント欄を見て僕はああのちゃんとだからあのこっちがあの やってたことがしっかり伝わっっってててたたんだなって思って安心をしましまはいそんな感じで <laughs> まあねあのー、まあ本編の方がね本当はあの本編をつなぎ合わせた予告編みたいなのはねあのー、まあ今ちょっとすいませんそれは編集中なのでちょっとまだ出すことが、あのー、できないんですがそれはえー、まあもろもろ編集ね あ,のとかあとまあグ,レグレーディングとかあとまあえ音の調整とかいろいろやったっとにこれまあ公開直前にきっとなると思います公開直前にあのそのちゃんと本編の映像をつなぎ合わせたあの一般的なねテレビとかで見るような予告編っていうのはまた別で出せると思いますのでそちらあのもうちょっとお待ちいただければと思います。あととはえちょっとまだ 昨日の時点で公開できなかったこととしては、あの歌えるさんの主題歌ですね。あの歌えるさんの主題歌についても、実はもうデモテープのとこまで来てます。デモテープのとこまでまあ、できてるんですが、これもやっぱりね。あのちゃんと、えー、しっかりおお音をあのまあ。 まあち,ゃんちゃんとした静音したものとかで出さなきゃいけないんでそれはちょっとまだあの今の段階ではあの完成しないのでそちらもちょっとだけお待ちいただければと思いますまあねちょっとまだ公開日そもそも決まってないですからねそう <laughs> まあ公開日が決まってないんであの、まあ、公開日が決まってそれでまあそのちょっと前ぐらいにねあの その辺は出そうかなって思ってますので、あのもうしばらくお待ちいただければと思います。はいということでね、まあまずはちょっと第1弾のね、あの情報解禁ということなんで、あのまだまだね、あの解禁しない情報いっぱいありますので引き続き、えー、お楽しみにしていただければなと思います。はい。うん。コメントでアンチ書いたあの広、ー、し下手じゃねって書いた人たちあってるよそれ。 いい目してるよ。ありがとうね。ちゃんと見てくれて。あの、マジな話ね。これはね、その、そういう、あの、風に見られてくれて、もう、あの、それは正解だったなっていう感じなんで、あの、ちゃんと皆さん、いい目をしてるなっていう感じでした。あり、あの、ちゃんと見てくれてありがとうございます。<laughs> はい、そんな感じで、えー、っと、まあ、ちょっと引き続き、また、えー、続報がありましたら、また公開させていただきますので、引き続き、ね、あの、クラウドファンディングの支援の方、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ボタン。 クラウドファンディング支援お願いします。